皆さんこんにちは、渡辺くるみじです。では今回はゲレンデボアクシズの共有エウゴブレックス編続きをプレイしていきたいと思います。地球上でのツタンズの戦い有利に進めています。今回はですね、キリマンジャロそしてオデッサとこの2つの基地の攻略を進めていきたいと思います。地上ではティタンズ旧式のモビルスーツが中心だったんですが、まあ、徐々にですね、最新鋭のモビルスーツも地上に姿を現してきているので、まあ、油断しないようにしっかり戦っていきたいと思います。宇宙は相変わらず、占領制圧してある場所の防衛というのを中心に行っています。では、時間を進めていきましょう。我々はこれより、キリマンジャロ攻略作戦を発動。まずは、キリマンジャロ攻略作戦の発動です。これでキリマンジャロに部隊を送っていきましょう。で、現在ですね、ゼータプラスの、まあ、開発完了、さらに100式海陸戦型、これの開発も完了してますので、これは地上戦に送っていきます。ティタンズはここに地上拠点を移していた。エウーゴは地上からティタンズを排除するため、キリマンジャロに対する総攻撃を計画する。地上におけるエウーゴとティタンズの戦いは最後の山場を迎えようとしていた。キリマンジャロ攻略を支援するため、アーガマには宇宙から陽動をかけさせます。よろしいですか。これは陽動をかけましょう。了解しました。アーガマに命令を伝達します。モビルスーツの開発状況ですが、ネモが完成してますので、現在量産型のモビルスーツはジム2を採用してるんですけども、これネモへと量産を切り替えていきましょう。まあ、少しはね、火力も防御力も増していると思うので、まあ、そう底上げになるのかなと期待しています。では、キリマンジャロに突入します。エウーゴが6、ティターンズが12か、ちょっと1ターンで攻略するのは難しいかもしれないですね。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ここにはカクリコンがいますね。マラサイに乗ったカクリコン、まだ生きていたかという感じがしますけども、ここでこのカクリコン葬り去っておきましょう。カクリコンはね、アメリアの名を叫びながら早々に原作の中では死んでますけどね。報告します。キリマンジャロ基地に出現した強化人間用モビルスーツサイコガンダムを仮眠指弾が撃破しました。なおサイコガンダムに登場していた強化人間は戦死したとのことです。この戦い我が祖国に捧げる。行くぞ。キリマンジャロの戦い、特に苦戦することなく攻略できましたね。でこうなるとどうだろう、もうゼータとかは宇宙に上げてもいいかもしれないですね。ゼータは宇宙に戻すことを考えましょう。で代わりにゼータプラスを、あるいは陸戦型100式を地上に落としましょうか。クワトロバジーナより連絡が入りました。回線を回します。クワトロ隊からですね。彼は連邦議会においてプロパガンダを計画しており、私に作戦への協力を要請してきました。カラバの要請に応じてもよろしいでしょうか。これはクワトロ派遣しておきましょう。どうせね、クワトロ使えないのでイベントに投入しても問題ないでしょう。了解しました。カラバと共にダカールへ向かいます。キリマンジャロを制圧したことで地上におけるティターンズの戦力が低下しています。これによりヨーロッパ方面への進出が可能になりました。オデッサ攻略作戦を提案します。オデッサの攻略作戦はすぐに発動しましょう。でここにはお話しているゼータプラスですね、これを投入していきます。では間髪入れずにオデッサの攻略作戦です。オデッサ攻略作戦を発動する。目標はヨーロッパオデッサ基地である。諸君らの健闘に期待する。即座に部隊を送り込みますと同時にですね、
お話していた通り、宇宙からも部隊を下ろしたいと思いますので、まあ、複数のね、作戦を同時にこなしていくような形で制圧を進めていきます。ゼータプラス、没入していきましょう。オデッサは大した戦力がいませんので、1ターンで攻略完了できそうですね。まあ、ロベルトを投入しているので全く問題はないと思います。これで、オデッサの攻略完了です。ダカールより全世界に向けて放送が行われています。ダカール連邦議会。ついに正体を明らかにしたシャアの演説は、ティターンズによる連邦議会の襲撃を利用することで、ティターンズの実態を世界に知らしめることに成功した。このダカール演説は全世界に繰り返し放送され、人々はティターンズの危険性に気づき始めたのであった。ティターンズとエウーゴの戦いはこの演説によって大きな転換点を迎えようとしていた。クワトロ・バジーナは自らをジオン大君の子シャア・アズナブルと名乗り、ティターンズの日を全世界に向けて訴えました。またこの放送に合わせてティターンズがダカール議会を襲撃したため、セロンはティターンズへの非難に傾いているようです。やはり彼はシャア・アズナブルだった。これで地球圏の歴史が変わるな。オデッサの制圧によりヨーロッパ地域におけるティターンズの戦力が低下しています。ベルファスト攻略作戦を提案します。はい、クワトロのダカール演説ご覧いただきました。さらにアクシズが地球圏への帰還ということで、イベントが立て続けに起きてますね。ジオン公国はジオン共和国として生まれ変わった。実はですね、ジオン共和国に反発した少し前の動画で、電子書籍リーダー、キンドル買いましたっていう報告をさせていただいて、なんかガンダムのアニメ、漫画読んでみようかなとお話をしたんですけども、ちょっと検討を進めてまして、今考えているのが、若き彗星の肖像。これをちょっと見てみよう、読んでみよう、そういうふうに思っています。まあ、これはね、一年戦争後、シャアがアクシズへ、まあ、逃亡した時のストーリーのようなので、まあ、すごく興味深いなと思ってます。まあ、読んだらね、ちょっと感想をまた皆さんにシェアしたいと思います。我々の要求はザビ家の復興である。この条件を受け入れるなら、ティターンズを叩くのを手伝ってもよいが、いかがかな？ハマーン・カーンは、旧ジオン公国領の支配権を条件に、同盟の締結を申し出ています。ハマーンの申し出を承諾しますか？これをハマーンとの同盟結んでおきましょう。ティターンズ宇宙でね、強くなってきてるので、これを制するためにもハマーンとは組んでおきます。お待ちください。ハマーンは危険な存在です。クワトロがストップをかけてきましたね。後に必ず災いをもたらすに違いありません。それでも同盟を締結されるおつもりですか？そうですね、一度同盟を結びます。そうですか。仕方ありません。あっさり要求を飲んだところを見ると、随分と焦っているようだな。よろしい、ティターンズ潰しを手伝おう。はい、というところで、今回はアフリカキリマンジャロ、ヨーロッパオデッサの攻略を行って、さらにシャード、ダカール演説、ハマーンのアクシズの帰還と、立て続きにイベントをご覧いただきました。今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。